どれだろう、これか。紀元前立川、全能神教会フェンリッティ、全能神教会五一。ええなあ、お気に入り作家とか言って、もうなんか気持ち出とる。運営者のラジコン入ったり。OK OK。 アングリーありがとう。よし、マジかよこいつ、やる気あるな。うわー投げたけどね、今投げんのむずすぎやろ。
いやきつい。いやーやばいね。なるへそ。バカ野郎。やべ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 。いやーこれやばい。あぶねー、あぶねー、あぶねー、あぶねー。初めて SA3 対空なんてやったわ。ストライクに初めてじゃねえけど、しかもストライク出る前ね。どうせストライクだろうと思って SA3 打ったったわ。いや俺はね、俺もワンチャンあぶねーと思ったけど、 SA3 が安定した時に、安定した時にキャノンストライクってちょっと喋ってたの、キャミーが。あ、助かったーと思ったわ。当たってるわーって喋ってるーって。いや強かったーっていうか、あれ小作なんか DQ になってる。まあまあいっか、ログインし忘れて DQ になったっす。どのみち俺の勝ちだったか。俺があの神がかった運ゲー SA さんやんなくてもどのみち俺の勝ちだったか。よかったわ、俺亡霊と戦ってたんだ。小作との普通のただのカスタムやってたって感じか。あーあー、生俺勝った。小作がスーパー勝ち確コンボ逃してナローサに負けたって。そんなあったっけ、覚えてねえや。俺もスーパー勝ち確チェックインだったからな。プール10の決勝がシュージとアキラなんだけど、マジか、シュージとアキラか。運命やなそれは。地元最強2人が集ったってわけ。 DJ ね。ラッキーすぎる。
ラッキーだけど追えねえ。いや追えねえ。うわー間に合ってねえのかコパン今の。マジか。なるほど。そうか。OK。いやーバカだったな今の。違ったな。うわー最悪。いやー違うな。
でかいね。だろう。オッケー。オッケー。いやー、俺天才だったな。ラッシュ超多かったから、昇竜で止めようっていう俺の発想、天才だったわ。そう、たまたまジョス来るときは何もしなかったから、何もしなかったっていうか、ゲージがないから危ないなと思ってやんなかったんだよね。でもその時にたまたまあっちがやってきてくれてたから、まあいい感じに噛み合った。いや、きちぃきちぃきつきつかったなぁ。ケンケンに負けちゃったな。33位か。まあ、頑張ったね。頑張った。